ほう。両指で押したけど、親指で押したけど、人差し指一つで押すことできるのかな。押していいの？ちょっと押してみる。行きます。はい、では行きます。なるのかな。なるんかな。オッケーボタンかな。このこれあれだ、これだ。なんかやばいぞみたいな。そうそうそう。今日はね、鉄道博物館というところに来てるんですけど、なかなか機会がないと思うんですけど、非常停止ボタンって知ってますかね。知ってます、ね、いつも車運転するし。これ今踏切の中にいるんですけど、まあ、もちろんこの博物館の中での、この展示の踏切なんですけど、何でも非常ボタンを押せるということで。いいんですか。押して。いいんですよ。ちょっとね、やりましょうかね。やります。はい。じゃあとりあえず。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。感じでちょっとなんかなかなか味わえない体験が。めっちゃ怖かった今だよね、うん、で今度僕が踏切もう一回鳴らすんで、ちょっと非常ボタンをね押してもらおうかなと。大丈夫ですか。はい、はい、初めてのこの非常ボタンを押す前の気持ちっていうのはどうですか。なんかすごい悪いことをするような感じがするね。ここにね、よく皆さんが見るこの非常停止ボタンと、非常ボタンですね、まあ、電車が止まるということで、これちょっとね押してみようかなということで、準備はよろしいですか。はい、はい。じゃあ僕が踏切を鳴らすんで、はい、お願いしますね。はい、はい、押さなきゃ。めっちゃ怖。あれ光るんだ。すげー。ちょっともう一回押してみる。もう一回いけるかな。すごい。ほう。両指で押したけど、親指で押したけど、人差し指一つで押すことできるのかな。できますよ。ちょっと感覚が。あ、じゃあ普通に女性でも押せるぐらいのちょっと指の力でもいけるってことだね、うん、なんか意外と私硬いイメージあったけど、うんうん、意外と柔らかかった。そうなん、じゃあちっちゃい子供でも押せるぐらい。押せる、押せると思う。ちょっともう一回はい。なるほどね。すごい。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。ここは何ですか。また見たことあると思うよこれ。このお駅で物落としたとか誰か落ちた。そう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 、よくほらこの非常ボタン、はい、上ね、これ SOS、 すごい SOS っていう。え、これも押していいんですか。あ、ちょ、どうなんだろうね。これほらホーム非常ボタンって書いてある。ホームから路線に、線路に人が転落した時やホームで急病人が出た時に列車の運転士や車掌、駅員に異常を知らせるための装置です。急病人が出た時も押してもいいんだってね。駅で倒れた時 ね、線路落ちたわけじゃなくても。じゃあちょっとこれ押していきましょうかね。押しましょうか、はい、これも。では行きます。なるのかな。なるんかな。あ、なった。なった。
すごい。ちょっともう一回押しましょうかね。もう一回。はい。これはめっちゃ簡単に押せるんだ。こんなの。へえ。イクミちゃんがさっきからずっと戦ってるものが押していいのかどうかって、これ館内の設置してるなんかそういう設備のあれなのか、ちょっとどうなんか、なんか置いてんのが結構どうな、何なんだ、押してもいいのかな、押した、押してみ、あ、正常ってちょっと押してみる、正常、いい、うん、あ、これランプあ、分かった、復帰ボタンかな、いい、うん、ほんまに何をちょっともう一回、あ、ちょっと待ってよ、はい、というわけで、はい、皆さんの馴染みのある、この新快速列車ですかね、超お世話になります、ね、岡山は通ってないんだけど、この関西地方を中心に通ってるこの新快速なんですけど、今回ちょっと旧型というかね、はい、まあ、普通とか快速とかこういうのよく今見るよね、うん、あの、ま、こんな感じでいつも ね使ってるよね、うん、座ったり飲んだりして、あ、この SOS また押すの、押していいの？うん、ちょっと押してみる、いきます、うん、あ、向こうと繋がってんだ、あ、このね、運転席の方に繋がってんだね、で受話器取るみたいな感じかな、でも、あれよ、分かりましたみたいな、うん、でもずっと鳴るんだね、これちょっと押して、で、ここで見て、そう、これも初めて押した、ね、こんなんあるのは見たことあるけどね、そうだ、押します、というわけで皆様ご視聴ありがとうございます。今回非常ボタンを押させていただきましたが、どんな感じなのかご理解いただけたでしょうか。実際に押すような事態になった場合などイメージしていただければ良いなと思います。それでは次回もお楽しみに。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。